弦楽五重奏曲第一番編の長々 K174 は、ボルフガングアマデウス・モーツァルトの作曲した、6曲の弦楽五重奏曲のうちの最初の曲である。1773年、モーツァルトがまだウィーンに定住する前、17歳の時に、故郷のザルツブルクで作曲された。モーツァルトが17歳の時に、この K174 を書いて以来、 要する8ヶ月前の裁判年に第6番を作曲するまでに書いた弦楽50奏曲はすべてチェロではなくビオラが2本の編成である。これはモーツァルトがチェロが増えることにより低音部が厚くなり響きが重くなるのが好きではなかったこと、また当時の音楽的趣味が競争曲的表現を好んだこと、また 一旦手を染めた、この形式を手放したくなかったことことが挙げられる。残された6つの弦楽五重奏曲は長きにわたり、有名な2曲をはじめとして、時には23曲ある弦楽四重奏曲以上に、多くのモーツァルト愛好家、また質な医学の演奏形から愛されている。弦楽五重奏曲第1番、K174 は、1773年12月、17歳の、 モーツァルトがウィーンに定住する前、故郷のザルツブルクで作曲された。ピアノの振動ともてはやされたイタリアへの演奏旅行から帰り、ようやく本格的に作曲活動に取り組み始めた頃である。弦楽四重奏曲や弦楽五重奏曲のように地味な分野の場合特に作曲依頼があったとは考えにくいので、当時の友人ミハイル・ハイドンの作曲した弦楽五重奏曲を参考に、 作曲の勉強を兼ねて書いたものと推測される。モーツァルトは一旦完成したこの曲の第三予楽章を後に書き直しているが、これはやはり元々の作曲意図が勉強を兼ねてのものだったからであろう。この弦楽五重奏曲第1番 K174 は演熟期や晩年の曲のような深淵さはないが、イタリア的な明るさ、新鮮さ、若々しさあふれる響きが、 魅力的な曲になっている。演奏時間は約30分。第一バイオリン、第二バイオリン、第一ビオラ、第二ビオラ、チェロ。ありがとうございます。